皆さんこんにちは。 FX トレードルームへようこそ。ゆかてぃんです。今回は前回の動画に引き続き山中さんに外銀時代のお話をお伺いしていきたいと思います。外銀で働く人はどんな方がいらっしゃるのか、外銀で働く人モテるイメージあるんですけれども、実際そのあたりどうだったのか、その時の年収やキャリアについてもお伺いしていきたいと思います。山中さん、よろしくお願いいたします。お願いします。当時、そういったお仕事されてて、やっぱこれすごい良かったなっていうスキルとかって言って、やっぱそういう、これはですね、はい、いいか悪いか分かんないですけど、とりあえず今もそうなんですけども、 FX とかそういう取引で食べていける、あ、それってまあ逆に それしかやってなかったっていうのもありますけども、そういうのは身につきましたし、トレードスキルみたいな、トレードスキルは身につきましたよね。だからそれ以外に身についたスキルって何もなくてね、逆にね。だけどそれは身についたんで、それがいいか悪いかっていうのは分かんないですよ。ひょっとしたらもっと違うスキルの方がよっぽどいいかもしれないけども、ただ今はそういうことをやってて、当時のスキルで結局は食べてるんだなっていう、そういう話ですよね。じゃあ今トレードで食べていらっしゃるっていうことですけど、その外銀時代にいた時と一般人になった時の情報とかって全然違うじゃないですか。違うんです。例えば雇用統計なんかもそうなんですけれども、出た瞬間に分かりますよね、はい、今でも分かりますよ。瞬間に分かるんですけども、普通だとそうはいかないじゃなくて、やっぱり秒単位での遅れは出ますよね、明らかに。しかも取り扱える金額が違うんで、例えば当時は雇用統計ってそんな動かなくて、動いたのって意外と貿易収支とかそういうので動いた、それこそ日米貿易摩擦とかそういう時代だったんで、そうすると出た瞬間にも、要は1秒後には出た数字が分かって、その出た数字を見て巨額な金額でもって要は突っ込むんで、もうこの数字でこんだけやればこのぐらい動くなとかっていうんで、とりあえず1円ぐらい動かしてやろうみたいな、そういう感じでいくわけです。あとあれですよね、大口の取引とかが見えるわけですよ、やっぱり。だから絶対損しない、本来ならば。あ、なるほど。そう。だって見て、そういう人についていけばいいわけ。だけど、結局はそうならないのは、やっぱり もっと大きな金額でもって取引をさせられちゃうっていうような状況なわけですよ。だってそんな2億ドル買いたいだ、売りたいだとかっていうお客さん来たりするんでね。結局は、そんなことしないで、それだけを見てね、自分が好きな取引してたらそれは損しないと思いますよ。ですよね、うん、そういうトレードしてた中、じゃあ仕事辞めて、そのみんなと同じ情報で、僕は辞めて1年目は損しましたもん、やっぱりどうも雰囲気が違う。そうですよね。そう、そうあれっていうようなね、とか、あとは全然やっぱり状況がわからないですよね。そう、何も見えない。でもみんなそういう中でやってるんだったらっていうことで、はい、結局前にも増してテクニカルを使うようになったとか、いろいろありますよ。いろいろありますけれども、もちろん違うやり方でやるしかない。だからあとは、例えばそれこそスキャルピングやってる人多いと思いますけども、そういうんだったら関係ないですもんね。だからそういうのをやるか。でもそれっていうのはもうずっと一日中やってなきゃいけないっていうのがあって、結局そっちには行かなかったですけれども、スキャルピングに行くのか、あるいはテクニカルとかでスイングに行くのかとか、そういうようなことでもって、材料とかでやるっていうのは無理ですよ。ああ、なるほど。あ、だからテクニカルっていいんですねって、一般の人っていうか。だから例えばじゃあ何か、今だったらば、雇用統計で予想よりも悪い数字が出た。その瞬間に言っても、間に合う時もあるけれども、間に合わないかもしれない。そうですよね。そう。だけど、中にいれば間に合うんです、それは。っていうのは、結構大きな違いじゃないですか。そうです。そうすると、結局のところは、少し長い目で見るか、本当スキャルピングか、どっちかに振るしかないと思いますよ。ディーリング部で、しばらく、どれくらいいらっしゃったんでしたっけ？バンクオブアメリカは、研修時間を除くと13年ぐらい。その子は日本の方に、その子日本語の日興証券に行ったんですけど、日興証券に行ったらですね、結局日興証券でディーリングをすることになったんですけども、日興証券がなんとシティと一緒になっちゃって、また外資系に戻っちゃって、おい、ちょっと待ってくれよと、楽をするつもりで言ったら怒られちゃいますけれども、要は、夜ちゃんと寝る生活をしたいと思ったんで、日本の企業に行ったのに、これまた元に戻っちゃうのかなと思ったんで、もう、じゃあこれでもう、サラリーマンはやめようと思って。あ、じゃあ日興証券さんにいたのはそんなに長くなかったんですか？それでも5年いました。ああ、じゃあその中でシティが入っちゃってっていう。そう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 、意外と早い段階でね。そうなんですよ。バンクオブアメリカ辞めた理由、休みたかったからってことですか？じゃあ。寝たかったとか、はい、僕がやってた部署が世界的に閉鎖になったんです。あ、そうなんですか？そうです。あまりにも危険だっていうんで。要はそのプロプライエタリーっていうのは、はい、自分の思惑でもって、お客さんの動きと関係なくポジションを取って売買をするっていう。で、その時に結構ちょうどアジア通貨危機なんていうのがやってきたんですよ。はいはいはい、はい。で、このアジア通貨危機でシンガポール支店がとてつもない損失出したんです。アジア通貨危機のど真ん中にいるわけですよ。
で、あ、僕も久しぶりに1日で6000万やられたなみたいな、そういうような状況だったんですけども、シンガポールなんかもっととんでもない金額の損失出してたりとかしてて、それまで一生懸命積み重ねたのが1日で吹っ飛ぶようなことがあちこちの視点で起きたんで、これはこいつらに好きなことをやらせたら大変なことになるっていうんで、もう要は世界的に投機部門閉鎖みたいな、そうなん、まあ、そういう状況になったんで、まあいい機会だなと思って、まあそれでもって、じゃあもう一回そういう実需とかそういうのを伴うところに戻る気もなかったんで、まあいい機会だなと思ったのと、あとはまあ少しゆっくりしたい、うん、まあ、ゆっくりと人間らしい生活をしたいなと。その時は年齢で言っておいくつだったんですか？37。ああ、37で、もうそれなりにお金もあったんで、変な話、まあまあいいやと思って、給料下がりますよ、もちろん下がるけど、ちゃんと寝れる生活に戻るみたいな、そういう感じでした。山中さんが辞めるきっかけは、まあ、そういったことだと思うんですけど、うん、結構その厳しい世界って人が辞めていく、自分から辞めていく人が多かったりとかすると思うんですけど、実際どうだったんですか？自分から辞めていくのが、それが例えばもうディーラーが嫌で辞める人ももちろんいて、うん、でもそういう場合っていうのは意外とまあいい会社で他の部署に移動させてくれたりもしたんで、他の部署リサーチ部門に行った人もいますし、もっと儲けたいって言ってもっと欲を出してもっとお金をくれる金融機関に行った人とかもいますよ、それは。あ、じゃあ意外とそのネガティブで辞めていく人ってそんな多かった、いなかった？そんなにはね、いないですけども、でもやっぱり自分には向かないなと思って辞めちゃう人はそれはいますよね、うん、でもそれは日本の会社でもそうだと思うんですよ。それは別に極端に多いわけではない、多いわけではないです、多いわけではないですね。ただ今は当時に比べると多いと思います。あ、そうなんですか？昔の方がも、昔の方がまだ会社に余裕があったんじゃないですか、今よりもきっと、うん、だってそんな研修しようっていうぐらいだから。あ、確かにそうですね、うん。では、ここから、まあ、外銀で働いている人についてお伺いしたいですけれども、まあ、どういった方、どういった例えば性格とか人柄の方がいらっしゃるんですか？そうですね、割といい人が多かったっていうのが正直なところです。あとは皆さん結構賢い人が多いっていうのと、当然ですけど皆さん英語ができる、うん、優秀な方が割とそういう感じですけど、それ以外外銀だからどうっていうのはあまりないと思います。ただ女性は優秀な人が多かったです。なんか女性は英検一級持ってて当たり前みたいな、そういう世界でしょ。そうなんですね。女性はすごく優秀で、男性の方が出来が悪かったと思います。そうなんですか、うん、そんなに違うんですね、うん、まあ、女性の方が優秀な方も多いし、てか英語も喋れる方も多かったってことは、面接採用段階で学歴の高い大学から来る方が、ね、そうなんですよ。結局例えば大きい企業だったら人事部がしっかりしてて、その人物をそのいろいろと調査する能力とかもあるかもしれないですけど、人事部なんてそんな人もいないし、そういう調査能力もないじゃないですか。だから結局学歴で取っちゃうんですよ。ああ、なるほど。だから当時は国立大学、六大学以外ほとんどいなかったんです。あ、そうなんですね。はい、で、まあ、実際に働いていて、外銀ってなると、まあ、今もしかしたらイメージ違うかもしれないですけど、やっぱこうエリートの人ってやっぱ女性からモテるイメージもあると思うんですけど、そのあたりどうでしたか？それはね、モテる人はモテるし、モテない人はモテないっていうことで、それは外銀だからということはないとは思いますけれども、なんとなくですね、社内で近づいてくる人はいます。社内で、うん、この人稼ぎそうだじゃないけど、そういうのはありますけれど、でもそれって多分ごく一部の話ですよ。そうなんですね。なんかこう私のイメージですけど、まあ、東京港区エリートとの合コン港区女子みたいなイメージが、それは多分この10年ぐらいの話なんじゃないですかね、うん、多分そんな昔はそんなことはないと思いますよ。そうなんですね。最初はひょっとすると当時は女性の見る目もですね、まあ、外資系の金融機関に来る人だから、まあそういった人たちは考え方が違うから中でもっていい人いないかなみたいなのあるかもしれないですけども、一般的には多分総合商社とか、いわゆる今でいうメガバンクとか、そういうところの人の方が人気あったんじゃないですか。ああ、じゃあ今ほど安定してるっていうか、まあ将来が約束されているみたいな、そういう感じ。あ、じゃあ外資系の銀行は、じゃあ今ほどはそんなにこうイメージもあんまなかった？今とはだいぶ違うと思いますよ。だから例えば同期なんかでも外資系に行ったのって僕ぐらいで、あとはそれこそ本当に大手の総合商社行ったりとか、そういうような、そういう人の方が多分人気はあるんじゃないですか。じゃあ今と時代が違うんですか？多分違いますよね。
じゃあ山中さんはバンクオブアメリカに入ってから、その外銀に入られてる方のキャリアアップってどういったステージになるんでしょうか。今は多分結構もうその部署として人を取ってると思うんで、はい、その部署でもって成績上げられるかどうかなんで、上げられるようにするためにそれぞれが自己研鑽してるんじゃないんですか。僕なんかの場合はとにかく儲けられるようにっていうことですよね。それはじゃあ例えば今のいる部署からもっと違う部署に行きたいとかではなく、今の部署でどれだけ頑張れるかみたいな、いるんでしょうね。あの逆に他の部署に移動っていうこともないんじゃないですか今は。あ、そうなんですね、うん、じゃあそこで例えば給料アップを目指していくってなった時に、成績上げると基本給も上がると思うんですけど、その歩合みたいなところってなんて言うんでしょうね、どれくらいの比率って言いますか。これはね、当時と今とは全然違って、当時は歩合が低くて基本給が割と比率が高かったんですけど、今は全く逆だと思います。で基本的に例えば外資系の金融機関でね、どこが利益を上げるのかって言ったら、はい、それこそまあもちろん証券銀行それぞれの特徴っていうのがあるんで、会社によって違うとは思うんですけれども、やっぱりディーリング部門っていうのは、これ間違いなくプロフィットセンターなんですよ。はい、利益を上げる部門。で、他にも利益を上げる部門を持ってるとこもあると思いますけど、でもやっぱりディーリングっていうのは、で、逆に絶対に常にコストになるコストセンターね。プロフィットセンターに対してコストセンターって、例えば、総務とか人事とか、でも絶対必要な部署ですよね。はい、で、そういうようなところとか、あとは、それ以外に、目に見えないコストって、例えば家賃とか、そういうようなね、いろいろそう、いろんなものがあって、そういうような部分を全部、そうすると、ディーリングルーム、ディーラー一人当たり、あなたは最低まずここがスタートですよっていうのが、例えば3000万円利益上げても、それって、コストをようやく消化しただけだよねっていうのがあるんで、そこからの、積み上げた利益に対して、まあ何パーセントっていうか、でも数パーセントですよ。が、まあボーナスみたいな。そういう感じですよね。じゃあそこで自分の中である程度こう、なんでしょうね、やっぱ長い人の方が多いんですかね、それともやっぱ違うところ転職しちゃうって、全然もうさっさと転職しちゃう人もいるんで、で結構その転職する人も転々とする人もまた出てきたりとかするんですけども、転職の回数がある程度少なくってキャリアアップしていく方が王道だとは思いますね。うん、どこを目指すかっていうのは本当人それぞれですよ ね、 それはもうその人が何考えてるかだと思いますよ、ね、その部署で頑張ろうって。そうですね、その部署で頑張ってとりあえず稼ごうみたいな。最初は初任給は日本銀行と同じです、年収300万です。で、で3年目から300万ずつ増えて、だから300、600、900、1200、1500、1800みたいな、そういう感じで。だから僕は28歳以降をずっと確定申告してました。そうですよね、2000万以上ですよね。だからずっと確定申告はしてましたね。で、当時ちょうどね、バブルが始まった頃で、よし家買おうと思って、5500万ほど借金したんですよ。20代でね、家を買うために借金して、まあ、だけどその5500万の借金は6年で返しました。ですね、っていうぐらい、まあそのぐらいお金が入ってましたね。で当時金利 5% とかですからね。あれ今もっと低いんですか。今は全然低いですが、 1% 台とかじゃないですか。じゃあそうなんですね。他じゃあ、まあ、それだけ給料があると結構いろんなことにお金使えると思うんですけど、何やってたかっていう、例えば当時アークヒルズにオフィスだったんですけど、六本木の交差点から端から一軒ずつお店入っていくの。仕事が終わっても、はい、もうこんな時間かって言っても、それこそ10時11時ぐらいから飲みに行ったりとかね。だからそんな時間からできることなんて飲むぐらいしかないわけですよ。で六本木なんて一晩中みんな空いてるじゃないですか。だからそこに片っ端からね、とりあえず端から順番に入ってこうみたいな、はい、この道潰したこの道潰したみたいな、そんな感じなことぐらいしかやることがない。じゃあどこか行くのも旅行するのもそういう時間がないってことですね。そうです。だからとは、だから本当に土日は僕もと学生時代スキー部だったんでスキー行ったりとか。そんな感じですかね。じゃあもう割と溜まっていく一方の方が多かったってことですね。そうでもないんですけど、だからそういう飲むのに使うとかっていうと結構使うんで、やっぱり。そうなんですね。そうだから使い方としては、つまり偏ったなんかもうほとんどお酒に消えたんじゃないかみたいな、そういう感じでしたけどね。じゃあ今山中さんがこう外銀時代を振り返って、その時代に戻りたいなんて思いますか。今この状態では全く思わないですよ。だけど例えば今自分が20代だったらば戻りたい。あ、本当に？と思いますね。うん、あ、じゃあやっぱそれ野心を持って取り組めばそれだけ見返りがあると思います。20代だったら戻ってもいい。30代だとちょっと微妙かもしれない。それは体力的に、体力的にとか、うん、じゃあもう一回例えば大学生に立ち返ったらまた同じ道進みますか。進むと思う、きっと。あ、本当ですか。うん、
さすがに、そうね、日本の普通の会社には多分行かないかもしれない。あとは、全然違う IT 業界に行ったかもしれないです。うんうん、で、僕ね、当時ね、転職しようと思ったことが一回だけあって。どこに転職しようと思ったかっていうと、実はソフトバンクなんですよ。で、当時ソフトバンクって、孫正義さんっていう人がね、いるんだなって、会社の規模は本当ちっちゃい会社で、多分20人はいなかったと思います。そうなんですね。ただ、すごい面白いことをやってる会社だなと思って、この会社面白そうだなと思って、こういう会社に行ったら、ひょっとしたら、で、僕はもともと、そう、文系に行くか、理工系に行くか、結構迷ったんですよね、大学の時に。で、だから会社入ってからも、それこそテクニカル分析の分析ソフトとか僕自分で書いて、それ使ってたりとかしてたんで、で、まあそんなこともあったんで、そういうところに行こうかなとかって思ってたことあって、でも、もしそれで行ってたら、もっと面白かったかもしれないですね、逆にね。確かに。ひょっとしたら。なんでそっち系に行きたいと思ったんですか？ IT 系？ IT 系っていうか、まあ要はプログラムとかに興味があったっていうのと、当時僕本当にね、あれなんですよね、PC とか、はい、ほぼ毎年のように買い替えてて、すごい進歩の勢いで、すごい要は、勢いのある業界だなと思ったんです、ここは。これから勢いがある。で、金融とどっちが面白いかなと思ったんですよ。で、悩んだけど、でも、これでもどう考えても給料半分以下になっちゃうかもしれないなとか言って、いろいろ思っていかなかったですけれども、ひょっとして、そういう方向っていうのも、まあ、考えるかもしれないですね。もう一回そういうことになった時に。だから、当時も悩んだわけですよね。だってどっちに行こうかみたいなのは。だから僕なんかの同期で理系に進んだ人は、当時は IBM に行った人がすごい多い。あ、そうなんですね、うん、当時から山中さん毎年パソコン買い替えるのが好きって言ってましたけど、今でもそうですよね。今はね、よく買い替えますよね。今もそう、 PC か iPad か iPhone か、はい、何かしら毎年買ってますよね。うん、今年は iPhone を買い替えましたけど、昨日 iPad mini が発表になったんで、これもとりあえずか、あ、だからそれ Apple Watch も買ったな今年。結構そう、なんか新しいのが出ると、そういうガジェット系っていうのはとりあえず新しい方がなんですけども、でも昔と違って今は1年の進歩ってすごい少ないんですよ。 iPhone もそうです。最初の頃は本当毎年買ってましたけど、今は 2年ぐらいでここに買い替えるみたいな。前回買ったのは14プロ買って、今回16プロ買ってみたいな。そうですね。でもまあなんだかんだでいろんなものをしょっちゅう買ってるのは間違いないですね。この動画、まあ、おそらく20代の方、大学生の方見てるか分かんないですけど、もしそういった方に外銀どうですか、進めますか？これ人によるんですけれども、はい、例えば性格的に自分で何か道を切り開いていこうとか、うん、あるいはいい意味でね、一山当ててやろうみたいな、そういう人には勧めます。そうじゃなくって、もし失敗したらとか、失敗を恐れる人には絶対勧めないです。とか安定を求めるか、うん、そういう人は多分、でもじゃあ日本の企業に行ったからって言ってね、うん、昔だったらは終身雇用で、今はそうじゃないじゃないですか。だから結局同じだと思うんですよ。だからそうですね、今、そういう終身雇用的なものを求めるんだとすると、どうなんでしょう。公務員とか、学校の先生とかは、今でもそうかもしれない。ああ、確かに確かに。だけど、それって、向いてる人と向いてない人って当然いると思うんでね。それから考えると、外資系がどうのっていうよりも、何に興味があるのか、学生には分かんないんです、そんなことって。ああ、そうですね。だから、いろいろと話を聞いたり、本を読んだりとかしてて、面白そうだな、やってみたいなと思うんだったらば、やってみた方がいいかなと思いますね。なんでやってみてチャレンジしてうまくいくんだったらそれなりの見返りはある。うん、でもやってみないと分かんない。確かにそうですよね、はい、でそこを踏み出すのなかなか怖いですよね。まあ怖いんですけど、でも20代だったら失敗してもいくらでもやり直せると思うんで、うん、やってみるっていう、まあ要はそういう積極的に行動するっていうのを最初に考えるといいんじゃないですか。うん、今回は山中さんに結構ねほりはほりいろいろ聞かせていただいたんですけども、お答えいただきありがとうございました。以前 FX トレードルームの方でインターバンク時代の売買方法について動画を過去に上げておりますので、ぜひご興味ある方はこちらも合わせてご覧いただければと思います。ではこの動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。